鳩山内閣の目玉政策、子ども手当法案と高校無償化法案について、民主党と野党の公明党が法案の一部修正で合意しました。公明党は賛成に回ります。我々は野党であっても政策を実現すべしと、こういう信念で提案をしてまいりますので、それは一つ一つ。 地方議員とともにです、ね、公明チームとして政策実現に寄与したと。子ども手当法案については、民主党と公明党が断続的に協議した結果、児童養護施設など支給対象外の子どもへの支援を検討することや、子育て支援にかかる全般的な施策を広げることなどで合意しました。 また、高校無償化法案でも公明党は3年後の見直し規定を追加するよう求め民主党は受け入れました公明党はきょうの中央幹事会で2つの法案に賛成する方針を決定することにしています。